YouTube 始まります。時刻はもう6時を、朝の6時を回ってます。で、この近く、なんか朝からバイキング行けるみたいな、しかもハワイアンテラスみたいなところで食えるということで、ちょっとね、行ってみようかなと思います。ホテルなんですけどね。はい、というわけで今回のお題はこちらです。桑田町の岡山シティホテル、レストランと打っていただくと多分出てくると思います。こんな感じでね、ハワイアンテラスでやってるみたいですね。朝食、ランチ、ディナーといろいろあるみたいですけど、値段はこちらになってます。はい、というわけで評価の方もね、結構いい感じで、また行きたいとかいろいろおすすめですとかあります。それでは行ってみましょう。桑田町にあるちょっとバイキングの方に行ってみようかなと思ってます。ハワイアンテラスバイキングカフェ、6時から970円。ちょっと行ってみようかな。はい、というわけでね、今回のスピチューブ、桑田町にあるシティホテルに行ってきました。まあ、その中でも、その朝食バイキングってのが結構ね、評価が高くて、また行きたいっていう、レビューとかあったりということで、今回行ってみたわけなんですが、はい、まあその内容によっては、その結構ベタな朝食モーニングだなっていう感じなんですけど、やっぱり結構ね、こだわって、てる部分が多いんですよね。で、簡単にその作ったっていうわけじゃなくて、もう本当にシェフがちゃんと作って、だしとかそういうのも取って作ってんで、本当になんかあれっていう感じで、あれ美味しいっていうか、なんか食べやすいとか、はい。で、そのご飯に関してもそのちゃんとね、秋田小町じゃなくて、あれですね、岡山の、お米を、使ってるんですよね。はい、秋田小町ですね。はい。で、まあ、ジャージー牛とか、オレンジジュースも 100% で、ちゃんとこれ絞ってんのかな？すごい美味しくて、飲みやすいかなと思いました。はい。っていうわけで、はい。このパンとかもどうなのかな？隣に木村屋のパンとかあったりするんで、で、木村屋のパンに泊める際も、桑田町のシティホテル泊めてください。泊めても OK ですよってあるんで、もしかしたら連携してたりする可能性もありますよね。はい。というわけで、今回ね、こんな感じで、パパッと、行っちゃいましたけど、モーニングは、朝の10時ぐらいまで来れるみたいなんで、まあね、早めに行ってゆっくりするのもありかなと思います。はい、というわけで、まあちょいちょいね、こういう
あのモーニングやっていこうかなと思います。はい、それではまたね、スピチューブの引き続きよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。